はい、庄司チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。庄司チャンネルのメンバーの大森です。はい、今日はですね、こちら、大吉くんと一緒に散歩をしていくっていう企画を撮っていきたいと思います。はい、行きましょう、大吉。お、あら、あ、こんにちは。いやー、すごいいい天気ですね、大吉くん。気持ちいいね。気持ちいいね、外は大吉。あれあれあー離れちゃった離れちゃった。あれあれあれ庄司さんじゃないですか。おおどこにでもいますね。どこでもいるよ、どこでも庄司だから当たり前じゃない。大吉大吉大吉。はい、ということで庄司チャンネル始まりました。俺のチャンネルなのにどこでも庄司。俺がいなきゃ成立しないよ。大吉大吉すごい懐いてますね。すごいね。はい、めっちゃ喜んでる。はい、今日は庄司さんが大吉くんを散歩に連れてってくれるということで、散歩企画ということで、はい。おお、危ない危ない、すいません。いや、なんかめちゃめちゃテンション上がってますね、大吉君。いやもうね、緊急事態宣言でね、はい、なかなかいろんな企画も考えてもなかなかね、はい、難しい中、お散歩ね、ちょうどいいじゃん。天気もいいしね、今日ね。最高ですね。じゃあなるべく大吉君、今日は遊びましょう。おお目は興奮しちゃって、あらららら、嬉しそうですね、大吉君も。はい、ということで、始まりました。始まりました。大吉くんが。ね。おお、なんかもうしっかり落ち着いてますね。もうはまっちゃってますね。はまっちゃったね。散歩もね、こうちょっともうしつけのいい犬みたいな感じで。ちゃんと。歩けるように。今もう、何歳、1歳。もうなったんでね。1歳と。5ヶ月ですね。だいぶ大きくなって。でもちょっとだいぶ落ち着いたよね。そうですね、前よりは。ただやっぱ久しぶりに庄司さんに会うとテンション上がってましたね。いやでも可愛かったね、さっきの。めっちゃ喜んでるね、こう。死ぬほど飛びかかってましたね。毛はもう今抜け変わる時期でしょ。そう、今めちゃめちゃ抜けるんですよ。大変ですね。もともと室内犬じゃないからね、毛がすごく抜ける。はいはいはい。どうですか庄司さん、最近は。最近ね、いや、はい、もうね、大森くんとの TikTok を境にすごい、やっぱあれですね、2000人突破したんでしたっけ。そう、すごいっすね。いやいや、大森くんのおかげだよ。会のおかげだよ、どっちかっていうと。いやいや、でもね、なんとなく俺もさ、まあ年齢的にもさ、なんかこういい音楽とかさ、なんか踊りってこう世代をつなぐよね。ああ、確かに確かに。やっぱそのあれですか、その庄司さんの好きな音楽とか、そう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 、あ、この曲好きとか言ってさ、言ってくれる人とかもいるんですか。そうそうそう、言ってましたもんね、そういうやり取りしてるって。同じ音楽で同じ踊りでもさ、やっぱこうする人が違ったりとかさ、世代とかでさ、昔の世代で流行った曲を若い子たちがやってたりとかさ。あ、そういう意味ですね。そうそう、なるほどなるほど。確かに。お、こんにちは。あららら。大丈夫。大吉君。犬同士あるあるですね。散歩あるある。散歩中に鬼吠えられる。でも全然余裕だったね、大吉は。いや、俺もさ。ね、犬ね、やっぱ好きだって子供の頃飼ってたからさ。あ、何飼われてたんですか。いや、シーズって言って室内犬ね。そう、でもやっぱ子供の頃だったからさ、野球やってたし、やっぱ中学とかさ、まあ、高校とかでもう離れちゃってさ、ちゃんと面倒を見切れなかったからで、まあ、そこからそのまま高校卒業して東京出てきてさ、格闘技とかやってたからさ、うん、なかなか自分で面倒を見切らなくて、で、まあ、14歳ぐらいでね、死んじゃったんだけど、結構行きましたね。そう、まあ、結構ね、その時にああやっぱり犬ってさ、まあ本当10年15年、やっぱり生きるからさ、やっぱそれぐらいのスパンで変わらないでこう生活できる環境がないと、なんかこう勝っちゃダメだなって思って。ああ確かに、まあダメというかはなんか悲しかったね、やっぱりね。うん、そうだからね、こうやって犬をね触れさせてもらえると嬉しいんだよね。いやいやいや、本当にね、照英さんが大吉のこと可愛がってくれるのは嬉しいですよ、僕も。いやいやいやね、みんななかなか忙しいですね。結構みんなが可愛がりに来てくれるんですよ。それこそリキトさんとかもうなんかその練習帰りに、練習がその僕の家の近くの自分でやってるみたいで、その帰りになんか寄ってくれて。大吉に会いに来たって言ってくれて、来てくれたこともあったりとか。ね、リクト君も30日だもんね、大阪来日。そうですね。いやもう本当ね、大丈夫なんかなって感じだよね、コロナとさ、感じとか見ててさ、大阪今大変じゃん。一番やばい。そうですよね今。でまあもうね、我々が先陣を切って突き進んでいかないと。最近リヒトさん。インスタライブ結構やってますよね。そうやって、じゃあこの昨日か一昨日かな、なんかファンの人たちがこうリクトさんがやってますみたいなのを通知受けて、そうああリクト君やってるんだと思って参加しようと思ったら終わってた。ああ、ちなみに僕その時庄司さん始めた庄司さんのインスタライブ見てました。見てる率高い。すげえ、大森くん大体見てくれてる。そう、僕大体見に行くんだよ。いや今さ、そのライブとかもさ、TikTok でもライブあるのよ。そう TikTok もライブ結構すぐできて、インスタライブもあるでしょ。そう17ライブっていうのもあったり、あとなんかポコちゃん。ああ、ありますね。っていうのもなんかあって、あと LINE ライブもあるでしょ。なんか今そういうのもやっぱすごく多いんだよね。ライブ流行ってますよね。やっぱ面白いっすよね。そのなんかちょっと有名な人とか、面白い人がリアルタイムでこう話してるっていうの面白いっすよ、やっぱり。いろいろあるからね。まあ結構言えないこと言えたりとかさ。でも大森くんも今まだ出てきて1年半ぐらい。東京に。出てきて1年と1ヶ月2ヶ月か1年と2ヶ月ですね。まだそんなもんなんだよね、言っても。そうなんですよ、ずっと通いだったんですよ、そのね。そうその通いだった頃の話とかさ、そういかにこうね大変で、ちょっとやっぱかいチャンネル見てるだけではさ、なんか本当、そう大森くんのなんかこうねその編集のさ高さとかさ、そういうのとかが結構伝わらないんだけど、やっぱそんな全然素人なんで。すごいじゃん実際素人なんで全然そんな。でも本当なんか今思うとなんか懐かしいですね、その通ってた時代が。いや本当だよ、まさかこんな風にさ、なるなんて。まあそれはもちろん目標にしてはいるけどさ、思えないわけじゃん。もうどうなるか分からん中でさ、飛び込んで、やってさ、いや本当すごいと思うよ。まあでもなんでしょうね、結構そのなんかその僕のその価値観が、最悪バイトでも生きていければいいかなっていう、そういう感覚なんですよね。だからスッとこういけたのかもしれないですね。まあ冒険だよね。まあでも良かったですね、結果。いや本当だよ。結果マジで良かったですよ。そうあと俺、そう大森くんのファッションってすごい個性的じゃん。そうそれをね評価してる方も結構多くて。本当ですか？実は結構なんか批判的なコメントの方が僕は目に入ってくるんですけど。いや批判の声っていうのはねやっぱ耳に入るもんだけど。なるほど。いやでもね個性派でいいよね。本当ですか？ありがとうございます。そう大森くん、そう「かいチャンネル」見ててもさ、大森くんに対して厳しい批判的なコメントをする女性の人たちが結構いるのよ。そうですよね。そうなんですよ。あれ見るたび俺ちょっと笑っちゃうんだよ、なんでこんな厳しいなんすかね、なんか鼻につくんですよ、すごく。庄司さんに対してはその言葉遣いやめろみたいな言ってましたね。あれ見てもあれが本当つぼるんだよね。いやでもなんかもしちょっと無礼な態度取っちゃって嫌な思いさせて言ってください。ない全然ないんだけどね、はい、1ミリも感じたことがない。本当ですか。優しいから庄司さんなんか言わないとかも。そうなんですよね、僕口良くないんであんまり。でも言葉じゃないよね。言葉ってただやっぱね具現化っつったらおかしいだけど、いろんな捉え方あるからね。そうなんですよ。別になんかそのまあ言い訳じゃないですけど、別に嫌な思いさせようと思って言ってるわけじゃなくて、なんか面白いかなって思って言ってたりするんでね。言葉足らずだったりとか、やっぱその言葉の裏にあるさ、その人の思いとかさ、はい、まあそういうのを感じてればさ、別に言葉とかどうでもいいよね。っていつも思うよ。大吉君が黙々と散歩してますね。黙々と。なんかでもあれちょっと不思議っすよね。振り返るとさ、甲斐と戦った選手とこうやって自分の飼い犬散歩連れてってもらってカメラ回してるってなんかいや伝説だよね。なんか変な感じしますよね、いやでもまあね、格闘技の道をさやっぱずっと続けてきたからこそこう巡り合えた、ね間っていうのは本当になんか深いよね。奇跡感じますね。なんか運命っていうか、なんかうちの父さんも庄司さんのこと好きなんですよ。嘘。会ったこともないのに。お父さんいつもありがとうございます。大森君にはねお世話になっておりますけれども。なんか帰ったら見せるとき話すんですけど、最近庄司君に遊んでもらったりしてるかとかね、結構気にしてくるんですよ。そうだからすごいあれですよね。やっぱみんなやっぱ庄司さんの人柄に惹かれるんですよね。いやいやいや本当に嬉しいよ、そんなふうにね。こっち渡りますか。そう、カイチャンネルハウスに、戻ってきました。大吉君お疲れ様でした。もうねいい子に座ってますけれども、よいしょ。いや斉藤君もねいなくなって、匂いが変わったね。どういうことですか？悪口ですか？いやいやいや、こう、いや、いい感じな。お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。まあ、日曜日のね、午前中ということで。なんかコロナの影響とかあるの ？YouTube ですか？ありますね。まあ外で撮影しづらいっていうのがあるよね。そうそうそう。そこがどうしてもありますよね。いやでもね、柴田さんの動画だったりしょこたんの動画すごいね、面白かったです。マジはあれ結構伸びてますね。いやあれ伸びるよ。それに便乗してさ、それも前後に組んでくれてるからさ、おかげさまであんな TikTok のあれよかったよね。俺面白かったです。面白かったよね。ぜひ見てない方見て笑ってください。メインカイチャンネルのメインチャンネルの方で庄司さんが弾けてますんで、まさかメインとは思わなかったね。でもやっぱメインとなるとね、こっちももうテンション上がってもう全力出し切るよ。いやでもね本当にあれでいつもやってるんですもんね、あのテンションで。そうそう、もう基本あのテンションで。いやでも回るとさ、こうなんかもうかましてやろうと思うわけよ。これ試合とだと一緒でさ、なかなかだってね、90万人も100万人近い、ね、YouTube に出るなんてことってすごいことじゃん、言ったって。いやもう準レギュラーですから。そう準レギュラーですからね。いつもいるっていう。そう結構いますね。それこそ大吉のドッキリとかも庄司さんがそうだよね一緒に来てくれて、またちょっとドッキリとかもねやりたいですね。やっぱりドッキリって人多くないとできないじゃない。そうなんですよ。結局その僕と斉藤君だけだと限界があるんで、庄司さんとかね、もうね、ぜひぜひ。ここは笠間君は来てるんだよね。そうです、笠間もたまに炎上した笠間君。あ、そっか、庄司さんの視聴者もカイチチャンネル見てる人は知ってる人が。知ってるよ、知ってるよ、絶対。風間結構来てますよ。今日たまたまいないですけど。欲しかった、出て欲しかったな。ああ、いいっすね。炎上した風間シリーズ。なんか、あれっすね。だってヤフーニュース載ったんですよ。そうそう。すごくない？すごいです。だって焼肉食べてるただけじゃん。でちょっと喋ってただけで炎上させてもコメントも3000件ぐらいしてた。ダントツですが、ダントツでコメント。笠間くんすごい持ってるよ。持ってる。ぜひ庄司チャンネルでもね、炎上させてもらえないから。ヤフーニュース。うん。一緒に焼肉、もう一度焼肉を食べたら、炎上するのか。いいですね。ただ牛タンを食べながら喋るだけで、もう一度炎上させるのかみたいな。もう俺も鼻ピーしてさ。いいっすね。でなんか基本誰か呼ぶときはお前。そうお前ちょっと。そう。あえて炎上を狙って、俺とかにももう言葉遣いは基本お前みたいな感じでちょっとお願いしてもらって、俺も会ったことあるからね。年末のさ、一緒にそう食べましたよね。ご飯食べて、もうすごいいい子だしさ、やっぱ難しいよ。やっぱさ。やっぱ高校から昔からの友達のテンションでどうしても喋っちゃうじゃん。それが当たり前だしさ。でも視聴者さんからとかしたら分かんないとかやっぱね、難しいよね、そんなのはね。一回あれっすよね、どこだっけ、あっちの幡ヶ谷かどっかの交差点で風間が、そう風間君と家のそう近くのねミニストップの前でも普通におったからさ、やっぱ縁があるんだと思う。そうですよね。なんかさっき庄司さんに会ったとか、信号待ちで庄司さんに会ったとか、あんなないから、あんな偶然ないから、ぜひね風間くんね見ていただいたら、ぜひコラボしていただければと。何でもないですよ、ただの人好きで、ぜひね炎上をさせて欲しいなと。得意なんで彼の専売特許なんで炎上は。そんな感じで、いや本当日曜からね、ありがとうございます。森君もね、大吉君もありがとう。また一緒にお散歩行きましょうね。大吉かわいいね。